男子 400m 競走予選第2組です。7名全員での出発です。スタートしました。男子 400m 競走予選の第2組、この組も全選手が出場しています。内側からすでに上がってきているのは第3レーン小田空くん、東西埼玉。さあそしてそこに続く選手はまだ混戦、7名の選手は斉藤優、成田高校。ただ2位争いはまだ完成。さあ2着以下はタイム上位3名が決勝進出のチャンスを残しますが、レース1着第3レーン小田空くん、東西埼玉、時間47秒75でした。フィールド競技 B ゾーンで行われておりました男子10種競技3